はい、皆さんこんにちは。どうもカズです。今回ですけれど、クラウンのですね、後部座席の方から動画を撮っていきたいと思います。で、これを撮っている時にはですね、もうすでにあのコロナウイルスの緊急事態宣言が解除されてはいるんですが、解除されたからといってですね、まあはい、元通りとはやっぱいかないわけじゃないですか。というわけで、やっぱね、皆さんまだまだリモートワークだったり、あとはね、なんか車の中で何かしたいなっていう人たくさんいるんじゃないのかなというふうに思って、今回ですけど、このクラウンの後部座席にですね、テーブルをちょっとね、つけてみて、で、これでどんな感じでね、車の中で過ごせるのかっていうのをお見せしていきたいなというふうに思います。で、こちらですね、うまく、活用できれば車の中で、パソコン作業だったりご飯だったり、あと本読んだりね、自分の好きな時間っていうのを車の中で自分の好きなようにですね、仕事だったり、趣味にね、活用できるんじゃないのかなというふうに思いました。で、今回ですね、買ったのがこちらになります。それではですね、早速こちらの方を開封していきましょう。中を開くと、はい、こんな感じになっています。はい、これがですね、おそらくあのヘッドレストの部分につけるものになります。で、これが本体のテーブルですね。で、あとはこの説明書になります。まあ、購入先はですね、楽天で買ったんですけど、概要欄の方にですね、そのリンク先の URL 貼っておきますのでね、興味がある方はぜひ見ていただければと思います。で、こちらのですね、ヘッドレストの方が、はい、こんな感じですね。 9.5 センチから 13.5 センチまで、このね、スライドするというかね、ワイドに広がりますよっていう風になっています。結構強いね。それでは早速こちらをね、ヘッドレストの方につけていきます。このヘッドレストをですね、上げて、で、こちら側ね、片方をカチッとはめて、あとは、お、これ結構強いな、伸ばして取り付けるというような形になります。次はこのテーブルをね、いよいよつけていくんですが、テーブルはですね、このこういうものを引いて、はい、つけます。で、ドリンクホルダーが来るので、こちら側が上だという感じになります。そしたら、ここにですね、まあ、このデザインのものはになるんですが、まあいろいろね、よいしょ、調べてみたらいろんなデザインがあったので、自分がね、なんかこれだっていうものを買ってもらえばいいんじゃないのかなと思います。で、これは結構ね、高かったです。大体8000円ぐらいで、安いやつは2000円ぐらいから、ありますので、ぜひね、自分の好きなものを購入していただければと。で、こっちのね、下の方で筒側のね、支えというか、こんな感じでここにくっついて、ちょうどね、位置をっていうか固定をしてくれるようなものになります。それではまず上の方をね、くっつけていきましょう。カチッと、はい、はまります。ジャストフィットかな、はい、こんな感じになります。はい、取り付け後こんな感じになっています。どうでしょうか。はい、こんな感じですね。割とですね、しっかりしてるんですよ、うん、で、ペットボトルね、5本ぐらいというか5キロぐらいね、耐えられる構造になっているみたいなので、これからですね、まずは実験をしていきたいと思います。さて、それでは飲み物を置いて実験していきましょう。一応5本分ぐらいはね、乗るみたいなことは書いてあったんですよね。はい、まあ6本ぐらいね、置いてみましょうか。お、さすがに6本置くと少しね、傾きますね。傾くんですが、まあ6本乗っているっていう状態ですね。こんな感じです。まあ、全然ね、問題はなさそうです。はい、このような感じですね。まあ、結構皆さんも知っている飲み物がね、また好きな飲み物があるんじゃないのかなというふうに思うんですが、まあ、飲み物のですね、まあ、実験が終わってちゃんと6本がね、乗ることが分かりましたので、次のものに行ってみたいと思います。お、次の実験はですね、こちらになります。はい、 MacBook Pro のこれは15インチになります。これをですね、乗るのかなと、まあ、はみ出して、ね、しまう部分はあるんですが、まあ、いざね、
乗せてみると乗るし、重さにもねしっかり耐えてくれているので、まあこちらもですね問題ないかと思います。そしたら少し、開けてね、入力とかもねちゃんとできるのかっていうことを試していきます。入力の方もですね、まあ、問題はないんですが、やっぱり、ちょっとね負荷がかかりますので、こうやってねプル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 とはなってしまいます。まあこれはね仕方ない部分かなというふうにも思います。ただですね、クラウンクラスの、まあ、後部座席のね、まあ、この広さで、まあ至ってねあのストレスなく、まあ、助手席をね結構前の方に倒して、でパソコン作業をする分にはまあ特にストレスは感じないと思います。まあただこれが1時間とかなら、まあ、まだしもね6、7時間とか8時間とかそれ以上やるとかっていう場合には、またね僕の方そこまでの経験はありませんので、まあこれはね何とも言えない部分かなというふうに思います。そしてまあ今回は MacBook Pro だったんですけど、これ以上ねもし重いノートパソコンとか何かを載せる部分に関しては、まあ僕の方ではねそこはまあ実験しようがちょっとねない部分ですので、まあそこの方はちょっとねご理解いただきたいなというふうに思ってます。というわけでですね、まあ、こちら MacBook Pro 15インチでも問題なかったというところです。それでは次のものに行ってみましょう。はい、お次はこちらです。象印の弁当、はい、弁当ランチボックスなんですけど、これね結構重いです。はい、ご飯はね2合まで入るね結構大きい弁当箱でね、なんかドカタ系とかの人が持ってそうなイメージあるじゃないですか。でもこれねマジでねいいんですよ。はい、何がいいかっていうと、あったかいままご飯が食べられる。だからこれ本当にねサラリーマンだったり会社勤めの方、もしくはねなんか自営業とかでもなんかちょっと出先で食べたいとか、まあなんかね嫁さんのご飯っていうか、まあ妻か、妻のね作ったあったかいものがね食べたいとか、まあいろいろあると思います。でそういう方にはですね、これめちゃめちゃおすすめです。やっぱねご飯ねあったかいとね本当美味しいじゃないですか。で今回ですね、せっかくなのでちょっと、ね、僕も作ってきました。はい、まあ、自分でね作ったものなんですけど、それがこちらです。ブロッコリーと鶏肉、そしてハンバーグと、あとはねちょっと冷食を使ったこのベジタブルミックスのね野菜です。はい、でこちらは普通のご飯です。ほ、あったかい。そして最後にこちらが一番ねもうご利用しのおすすめポイントとなっています。あったかいままねこの容器をね保温してくれる元となる味噌汁であります。やっぱね味噌汁入れないとね、やっぱ容器自体が温まらないので、味噌汁はね絶対入れて欲しいなというふうに思います。よいしょ。はい、これね漏れたり今んとこないですね。僕もこれ前、だいぶ前か、だいぶ前に使ってたんですけど、パッキンとかもね悪くなるわけじゃないし、はい、ちょっとね湯気が立ってるんですけど見づらいかな、まあしょうがない。でもね本当にあったかいんですよ。早速味噌汁の方からいただきます。あー、あったかい。そしてちゃんとこちらにですね箸の収納もあります。なんかねこのテーブルの紹介からねこの象印のねランチボックス紹介に、ね、なってきましたが、こうやってね、はい、お箸を持つこともできます。まあ、先ほどですねお味噌汁の方ね少し飲んでしまったんですけど、やっぱねこれ朝作ってお昼食べる分ぐらいにはもうね全然あったかくいただけます。でねさっきから撮影ねのんびりやってたらねもうだいぶね暗くなってきてしまったので、まあ、ちょうどね夜ご飯的な感じでもいいかもしれません。まあ、今日僕ですねあのこれ作ったのも少しね遅かったので朝ではありませんので、それではいただきます。はい、まあ、さっきね味噌汁は飲んじゃったので、こちらねハンバーグ、はい、まあ、これねふるさと納税で買っています。うん、うまい。
ご飯の方美味しくいただきました。この大きいサイズですね、このビッグのね弁当箱でも問題なくね使用できたというところで、また一つねこれのテストじゃないですけど、その方をねお見せできたかなというふうに思います。それではですね、次は本を読んだり、コーヒーをね入れていきます。はい、こちらですね、象印の 1.9 リッターね入るポットです。もちろん 1.9 はね入っていませんが、まあ、さっきね500を何本もね乗せたんで、そのね実証にはなると思うんですけど、これだけのねスペースがありますよって、さらにねあのイメージとして、お見せしていきたいなというふうに思いました。でこのですね象印のこのポット、はい、これねめちゃめちゃ保温力がね高くてね、キャンプとか、車中泊用に買ったんですけれど、これですね本当にね朝ね入れてきて夜までねもうめちゃめちゃあったかいままね温度をねキープしてくれる優れものです。なんで実はねこれ意味ないんですけど2つ持ってます、このブラウンとゴールドですね。いやー、一人でねこの狭い空間で飲むコーヒーもねまたこれまたいいんですよね。なんでぜひね、ほんとコーヒー好きとかにもおすすめですよ。この車中食、いろんな意味での車中食、仕事の車中食、そしてね車で食べる車中食もこのテーブルならね叶えてくれそうです。いつかね冬のキャンプ持ってこうと思って忘れてたんですよね、メルティーキッス。なぜこんなものを買ったのかすらもう忘れてますよ。でもまあ、ね、せっかくあるし、久しぶりに食べるチョコレートはうまい。まあ、これはですねたまたま、今読んでいる DAIGO さんの、まあ、本なんですけれど、この本とねコーヒーというかマグをね置くと、まあ、大体このぐらいの、幅感というかねスペースになります。そしてお次はこちら With Harley という、ね、まあ、ハーレー雑誌なんですけど、こちらだとねやっぱりちょっとね大きいかな、うん、これがねギリギリ幅のここが線なんですけど、と、本というか雑誌を置いてね、でカップを置いてこんぐらいになってしまうので、カップはねここに置こうかな。これそうだ使ってないね、これ落ちそうだね、うん、入りません。こういうのだと入るんですけど、まあこうやって乗っけてもいいんですけど、多分耐えられるね、はい、構造にはなっていると思います。しかし、まあ、こうやってね置いといて何かの拍子にねこぼしてしまったりしては、まあ元も子もないじゃないですけど、まあ、そういうことをですね想定すると、まあ、ここに置くメリットっていうのは何一つとしてねないかなと、まあ、よっぽどね、うん、一つ一つの動作がね丁寧で慎重な方だったらいいんですけど、何かの拍子にねあっとなんかぶつかってねこれがバコッとこぼれるようであればやっぱやめた方がいいので、まあ、マグはね普通にこぼれないようなこうやって端とかね、なるべくそういうところに置いてあげた方がいいんじゃないのかなというふうに思います。ただこうやってですね雑誌を置くのには本当にねちょうどいいような台かもしれません。普通にねいつまでもこうやって自分でねこうやってなんか持ってると、ここのちょうどこのまとめてある部分、なんて言うんだろうこれ名称わかんないですけど、ここがねこうちょうどね当たると、まあこれまたねちょうどこうやってめくりやすいんですよね。自分でこうやって普通に持ってるとなんか芯がないっていうかブラブラしちゃったりするんで、まあ、ここがねしっかりと押さえじゃないですけど、ここが軸となってこうやって本を置く、雑誌を置くスペースになるかなと。まあ、なんでクラウンでバイク雑誌を見るって言われるかもしれないですけど、まあ、僕もねここに載せていただいていますので、まあ、ちょっとね久々にまた時間がある時にじっくり見ようと思って半分は見てたんですけど、まだ半分が、ね、残ってたので、今回でね見終わったっていうところだったんですけど、やっぱね
一瞬でパラパラって見たりね、じっくり見るのもいいんですけど、まあ、何回かね分けてみたりしても非常に雑誌っていうのは読み返してもまあ面白いものがあるかなというふうに僕は思って、ね、たまに見返したりするものもものによってはあります、まあ、こんな感じですね。僕もあの雑誌に搭載させていただきましたので、当時はありがとうございます、まあ、まだね次もあのバイク屋行った時に雑誌がね売ってるそうなんで、まあもう一冊、ね、もう一冊というかこれは送ってもらったものなんですよ。でせっかくね自分が出していただいたのに買わないっていうのは、ね、僕としてはね少し、うん、悪いなっていうわけじゃないんですけど、やっぱねせっかく記念なんで買っておきたいっていう気持ちもね働きます。まあだからといって雑誌のね方々が、ちょっとねせっかく出したんで何冊か買ってくださいなんてそんなことはね、ここの会社の方、言ってきたり編集マンカメラマンの方言ってきたりは一切しません。雑誌をお送りしますって言っただけです。ただ僕としてはやっぱねせっかく出していただいたんでっていうそういう、感謝の気持ちじゃないですけど、少しでもねそんな何冊何十冊何百冊ではないですけど本当に 2,3 冊とかなんかね買いたいなっていう気持ち衝動に駆られます。はい、なんで皆さんもねぜひね車興味あっても、まあ、まだねバイクあんまり好きじゃないよっていう方だったり、あとはハーレーね興味があったりする方はぜひねビーズハーレーとかね見ていただければというふうに思います。はい、それではですね今回の動画どうだったでしょうか。一通りやってきました。まずペットボトルを置いたり、パソコンを置いたり、弁当を置いたり、まあ本を読んでですね、まあ、カップでコーヒーを入れたりポットをね少し置いてみたりという風な形で、まあ、大体の人がやる内容っていうのは、まあ、この台でね今試してきたので、まあ、それがね少し参考になるかなっていう、はい、なったらいいなっていう風に僕の方では思っています。でこれからですねやっぱコロナウイルスどうなるか分かりませんし、まだまだ皆さんのねやっぱ不安っていうものもあると思います。で僕の場合このコロナがなくてもやっぱね車って自分結構好きなので、まあ、昔からセルシオだったりグランマジェスタだったり、まあ、セルシオも2台乗ってきましたし、やっぱそういう自分の好きな好きで選んだ車の空間でね過ごすっていうのもまたこれもね一つね、すごいいいなって思うところあるんですよ。なのでこのね取り付け幅、ヘッドレスの取り付け幅に、該当するね車の方は、ぜひねこちら買ってみて、ワゴン車だったり SUV だったり軽自動車はわからないんですけど、まあ、クラウンはねおそらくつきます。はい、でこんな感じでねあの自分で車中食何でもいいです。車中泊でもいいですし、パソコン作業の車中食でもいいと思いますし、食べる方の車中食でもいいと思います。とりあえず何かね自分の空間で自由に過ごしていただけたらなというふうに思います。ですので、皆さんねこのカーライフにこのテーブルがね一つ役に立つことがあれば、僕の方ではね動画撮ってよかったかなというふうに思います。それでは今回もですね動画をご視聴していただきましてありがとうございました。この動画が良かったらぜひねグッドボタン、チャンネル登録、コメントなどなどよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。はい、すっかりね暗くなってしまったんですけど、撮影の方ね終わったのでこれを、おっていうかこれこのままでもなんか良くない？なんか良さそうな感じしますよね。このままでももうこのまま置いとこうかな、うん、でこれをねさっきのあるんですけど、これをパチッと押すと開くんでね、おライトが落ちた。そうでも一瞬でこれできるから、もうつけっぱでもいいかもしれないですね結構使う人は。うん。